先日公開した34の GTR なんですけど、まあ、マフラーの取り付けの動画が抜けていたのでここで、アップしときます。で、今回はですね、日産もう一台のスポーツカーフェアレディを制作したいと思います。 Z がつく前のフェアレディですね。あの当時の日産社長があのブロードウェイで見たマイフェアレディからあの命名したのは有名な話です。で、国産初の200キロオーバーを記録したまあ、マシンでもあります。第4回日本グランプリではですね、あの GT クラスで 1-2-3 フィニッシュ、まあ、翌年のですね第5回でも 1-2-3 フィニッシュを飾っています。エンジンは直列4気筒2リッター変速機は5速ミッション、なんか4速もあったような感じはするんですけど、まあ、旧車マニアの間でも、まあ、人気の車種で、現在でも500万以上の値が、まあ、ついて、いますよね。で、この今回のキットなんですが、あの当チャンネルでもあのシリーズ化しているあのアリー社のオーナーズクラブ、あの3人スケールですね、往年の名車をキット化している、まあ、素晴らしいシリーズです。エンジンレスなんですが、まあ、ミッションやサスペンションなんかも、まあ、表現されているので、まあ、お得感満載ですね。まあ、この今回はその車体裏から攻めたいと思います。まず組み立てからでから黒塗布で、まあ、リアのサスが板羽なんですよ。このフェアレディ、まあ、67年製なんですが、まあ、同時期同社 のシルビアとかね、トヨタのコロナがダブルウィッシュボーンだけに、まあ、意外でした。シートやのドアパネルも黒で塗布して、まあ、その他パーツも、まあ、この段階で、まあ、塗ってあります。で、乾燥を待ってシルバードライブラシ入れてます。まあ、最初はですね、あのサビも入れようかなと思ってたんですが、まあ、今回はなしにしました。で、車内なんですが、黒で統一、まあ、してます。まあ、何気にフロアマットを引いたり、まあ、してるんですけども、シフトノブが渋いですよね。車内も乾燥待ちにして、まあ、ボディに、取り掛かります。ボディカラーはグランプリホワイトを選択しました。ライトカバーやモール、エンブレムやピラーにですね、まあ、シルバーを入れてるんですが、まあ、ここも小筆で、まあ、ちょっとなかなか目に来てるので、きつかったですけどね。で、コックピットを取り付けて、フロントガラスを取り付けて、ピカールで、磨いて、光沢感を、まあ、出してるつもりです。で、ホロは、フラットブラックに、ホワイトのドライブラシ、まあ、ライト関係を取り付けて、最後にですね、まあ、墨入れを入れて、まあ、完成です。まあ、50年代に本格的な乗用車が誕生して、まあ、車作りの基本を体得したメーカーはですね、次に性能向上を目指して、まあ、レースに果敢に、まあ、挑戦します。まあ、60年代後半というのは黄金期であってですね、まあ、そのノウハウを生かした、まあ、数多くの名車が誕生しました。まあ、このフェアレディもですね、 1600cc から始まって、まあ、レースに参戦しながら 2000GT まで、バージョンアップします。まあ、この後に誕生する Z とかですね、まあ、その以降の車にですね、まあ、それが受け継がれていくわけなんです。で、まあ、オーナーズクラブの名車たちも随分増えてきました。憧れたマシンを作るっていうのはやっぱり楽しいですね。で、次のカーモデルなんですが、まあ、どれにしようか悩んでるんですけど、まあ、積んでますからね。まあ、マクラーレンか6連タイレルあたり行ってみたいなと思ってます。